大沢たかおは1968年3月11日に東京都武蔵野市で生まれる。1991年、大沢は俳優としてのキャリアをスタートし、テレビドラマや歌に出演。テレビドラマ星の金貨でブレイクし、その後も多くのドラマで主演を務める。映画ゲレンデができるほど恋したいで主演を務め、大ヒットを記録。映画俳優としても成功を収める。大沢は様々なジャンルの映画やドラマで幅広い役柄を演じ、その演技力が高く評価される。舞台にも出演し、演技力を広く披露する。アニメーション映画の声優としても活動し、幅広いメディアでの存在感を示す。